お疲れちゃんスラットです。今日ですね、トロ上げやっていきます。なんとシーズンが分かり普通かもない、はい、なんと1日2時間しかないっていうマジ事件で、まあ、上の方はね、高回転のキョスケホグとか迫撃ディガーとか、まあ結局高回転族が上がってる気がしましたねという感じで、なんか新しく生まれたようなねデッキもないので、さあ今日もねいつも通りキョスケクローンです。はい、というかもうキョスケクローン以外のデッキを忘れましたね。はい、クロロってキョスケクローン以外のデッキあったっけっていうマジ脳になっちゃって、ちょクローンしか今使えない体になっちゃったんで、今日もクローンでね、はい、やっていきます。でマッチングマジね枯渇にだけ勝てないですね。そう、枯渇にだけ勝てない。まあ枯渇とか 2.6 オグとかかな、まあ2力とかあんまいないんですけど、そう枯渇系は引きたくないなーって感じで、さあ結構勝率はやっぱいいですね。一回8000から落ちちゃったんですけど、まあ77ぐらいか、78か、77まだいってねえな、78落ちたけど、結局クローン使えば戻りましたねと。いやマジでね依存です。うん、気持ちいいっすねやっぱ。まあ基本的にきついのが多い気がするんですけども、結局なんとかなります。はい、なんとかなるのが今の環境のキョスケであったりとか、まあクローンだったりとかだと思うので、ちょっとこれでねぶち上げたいな本当に。上まで行くとね、また環境もちょっと変わって高回転がすごい増えると、メガナイトウォールブレーカーとかね、そうそういった時でも刺さる気もするんですけど、まあラバとかゴレとか引いた時にねちょっと苦しいので、今キョスケでまだ頑張りたい。さあミルトンよろしく。雷6つね。波三信者。いやー、あんましょっぱだな。相手に動いてほしいんですよね、これ。結構高回転なんですけど。まあ、暇キョスケもありだし、これで動いてこねえのか。スケベでもいいか。うん。ファルチェ。ファルチェですって。いやー、ファルチェ珍しいね。これキョスケにワンチャントルネ使ってくれてもいいぐらいだな。ダメージめっちゃ受けちゃうんですけど。あー、めんどくせえ。これはね、トルネフリーズですね。トルネザップフリーズ。いや、でも、浮き矢がなんかきつそうだし、溢れてるのもきつそう。おうおうおうおお、あ、ザップねえわ。トルネフリーズだ。おいしい。フリーズワンチャン。はいはいはい。ペッカスケラスとね、日本の、名前が出てこんな。なんか日本の方でこのデッキを使ってる方がいましたね。いて、それを海外が使ってるっていう。さあさあ、サファールチョを使わして、ヤンキートルネが怖いよ。これ多分ね、一生これしとけば多分負けない気がするんだけど、どうだろう。あ、スケバレがね、やべえ。あー、うまい。さすがにタワーには届かないか。まあフリーズで終わっちゃうかな、こんな。あ、でもちょっとうざそう。キョスケのバカに、まあ軽く当たってもらって、あー嫌だなそれ。さあ、まあでも何でもある。あー、いい LSP。 ここのインドラ結構安っすね。キングドーはトルネ使ったね。さあ一回耐えたいね。普通にペッカトルネがやばい。これペッカのじゃあキョスケのバカでうまい。よし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 、今のはいいんじゃない。いやマジ暇あったらクローンしてマジで相手の攻めが通んねえな、単純に。これは暇あったらクローンして、これさ
ちょっと逆行ってもおしゃれだけどな。うん、いや、いい逆、おしゃれな逆攻め。しかもなんなら京介が入りそう。うん、防いでくる。よしよしよし、いや今の攻めめっちゃいいぞ。ハマっちゃった逆攻め。よいしょ。さあトレーン使うが1個入って、あ、待って、ミスった。もう1個入らん、入らんか。あ、入った。うーいこれで勝てちゃうかもな、マジでやばいわ、マジで。環境デッキ忘れた。キョスケロイフォグとかすごい気に入ってたんですけどね。よしよしよし、まあペッカスケラか。まあファルチェ単品ぐらいだったら全然怖くないですね。施設とウッド、施設ウッドっすね、それだけ。高回転施設ウッド、まあ施設トルネウッド関係かな。やっぱ回転が相手ちょっと遅いだけでも結局ね、スケバレコームに吹きは高回転にはついてこれないので。よし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 、いやあれぐらいだとめっちゃ戦いやすいね。ラバとかにも結構勝率高いんですよ。そう、なんかもうスケバレー、キョスケコウモリでクローンしまくるみたいな。で低め吹き矢で全部回収を繰り返しとくと、そうラバとかにも結構勝率いいので、まあ大型かな、大抵大型にはめちゃくちゃ勝率がいいイメージがあります。もうついてこれないですね、この高回転に。さあ、まあめっちゃトロ引きな、なんで8に引かしてくれよ。これマグタル40とかっすね、結局。うん、トロ150ぐらい差があるんで。痛いよー。何のデッキだ？動いてこないと、まあ、なんなら高回転じゃねえのかなっていうので、ありがたい。暇スケブやっちゃうか。エレスピもね、あー、最悪だ。最悪だ。エレスピも緊急起動された。うわ、しかも最悪だ。エレジャイだ。これエリジャイマジでね、バカなんですよ。マジでバカなの、エリジャイ。いやー待てよ、これ大砲あってキング起動できないだろ。よしよし、わー、エリジャイやばいな。エリジャイの溶かし方はスケブミラーです。あ、来ちゃったし、スケブミラーだけど。いやー待って、ウッドいらんかった。吹き延命できるかなっていう贅沢シーンが。うん、まあまあまあ、これはねマジで勝ったことないぐらいですけど、俺が今から天才になればいけます。はい、完全に守りたい、完全に守りたい。多分1回でもダメージを受けちゃうと引きこもられて負けるので、で完全に盛りたいんだけど盛れない。うわー、マジでマジで嫌い。お前硬すぎるだろ。うわ、オーマイグッネス、ファイボ、ファフォ、ファイボ、見たことねえぞそんなカード。びっくりしちゃったわマジで。ファイボやばいっすね。ああ、インチキだマジでインチキデッキだこんな。ああ、まあ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 、まあ俺もインチキデッキみたいなの使ってるかな。しょうがねえか。ちょっと待って。やばすぎ。やばすぎ。さあ、これはね、最後、あれ、ファイボじゃなければ、なんなら、まあ、言うて守られるかもですけど、ここまでではなかった。いや、えぐいね。エレジアイでファイボは、施設絶対勝てません。許せません、そんなデッキ。ボノス時代の
KK 君なら言ってます。何々に勝てないデッキ、〇〇に絶対勝てないデッキは使っちゃダメです、怒られます。あのね、もう何引いても勝てる、ちゃんともう勝ちに行くね、本当にあのしっかりした KK 君にいると怒られますよ。そんな本当にトルネファイブエリジャイなんて施設引いたら勝てないでしょうが多い。いやー、まあまあまあマルチなんでね、はい、勝負の世界とはまた違うんでね、まあ、マルチは偏りです。まあ、僕も今それです。はい、公式戦だと使わないけどマルチだしなっつって枯渇引いたら勝てません。エリジェイ5をトルネは勝てませんという話です。さあタルババ遅延スケラか人技か、あーまももももしかしてちちちちちち遅延スケラちゃんではないでしょうか。いや待って、やっぱ動画回した瞬間からゴミ足いっぱい来るみたいなやつ、もしかしてやだよそういうの。マジアイス、おおおお、なんだこれ、いやロイかこれ、これ結構熱くて今タル咲いてて、いやクローン早く行きたい。うわマジかよ、なんだこれ、ふざけんなよ。いやクローンじゃなかったなこれ、まさかのボーラー、まさかのボーラー出てきちゃったな、なんだこれ。スケラ、スケラもあり、スケラかロイジャイっすね。うん、これスケバレ行ったらメガゴだと思うんで、スケバレからのキョスケからのクローンの方がいい気がしたな。そんなコストねえよ。メガゴ天才か。いやマジ施設トルネウッド安っすね。でもまだダメージ全然負けてもないし。うわマジで、え何これ、いじめ今日、これなんか悪いことした今日、日頃の行い的な、そんなバカな日頃の行いだったら持っていいや、頼む。おいマジでやばい今日、何これいかついの引いてる。エレジャイ2連はやばい、ここに来て俺を狙ってやがる、みんなみんなで今カモクローンいるぞっつって集まってんだな、クローンが、クローンじゃねえ、よしよし溶かす、おおお、あーそれマジ嫌い、勝っちゃったよ、マジかよ本当に、いやマジでキモい、これ何これ、えぐいな。1個前もすごいよこれ、ラバー絶対やるじゃんっていう、
ラバだけは許さねえぞっていう。ちょっと待って、レジャーから抜け出そう、一旦。一旦つけ。あ、この人、高回転で上手い人だね。施設ウッドの民だね。さあ、でも、エリジェイに勝てるなら勝てちゃう。流れでね。流れでいこう、流れで。おー、見た。エリポンクロス？エリポンクロスは無理。エリポンクロスはやめて。ミニペファイスピッション。あー、え？なんだミニペ。やばい。あー、ホグなんだ。いて。あー、でも大砲もあったね。ファイスピスケ。あー、京介がミニペになっちゃったみたいな、そういう感じ。京介ホグのミニペ型。あー、マジでそうだね。多分なんかすごいね、盾がないんだ。盾がないけど、やべ、今ので一発ぐらい入れてくんなきゃね。うわー、ミニペ入っちゃうか。そっちの一発じゃないよマジで。いやでもこれなんかワンチャンありそうだけどな、マジ。上行く？あー、ハイスピでかい、事故ってる。いやー、防衛うまいのやだな。いて、ミスった。あ、吹き矢どこ見てんだよ。俺もクローン使いすぎてさ、ちょっと上手くなってる。結構おもろい。待って、マジでやばいよね。いや、これやばいのよ。勝てない、勝てない、勝てない。まあでも、キョスケじゃなかったから、右手が。まあ、それのおかげかもしんないね。いや、待って、きついの乗り越えてる。
でマジでこのキョスケ吹き矢コウモリの逆スケバレが熱すぎてやばいね。キョスケコウモリだけしてね、逆スケバレよ逆スケバレ。よしよしよし、あれで流れ変わってる。いやマジで熱いな。もうちょっと楽なやつ来ねえかな。マジラバでいいよ、ラバ、ラバル来い、ラバル、ラバルマジで餌なんすよね。そう、ラバル来い、ラバル。それ以外はちょっとやな。いやめちゃくちゃいいなめちゃくちゃいいな。とろやけ楽しいなこれ。マジで勝てると楽しいかんな、間違いなくね。沼ってる時マジでやばいかんな。もう無感情なんてないよね、マジで無だからさ。7球、いやーマジで8000、なんで俺が7球当たるってことはマジで8200とかとも当たるんですよ。痛すぎー。うわー来た、マイティ枯渇だ、終わった。マジこれ勝てないっすよね、本当に本気で勝てないっすよね。どうやって勝てんだろうな。もうマイティが強いし、大砲ウッドが無理だから、ね、さっきのミニペがマイティみたいなもんです。最後ロケで削られちゃうしね。まあワンチャン掴むか、ワンチャン。どうすればいいんだろうな。マイティーバカーでコウモリクローンいかれちゃうんで、ね、コウモリじゃない。お、お前どこ行った。お、天才来た。いやでも手前大砲かこれ、やってもっと。いやーこれ俺が悪いっすね、今の絶対手前大砲なんで。うん、出さないでよかったっすスケバレ、マジでもったいないことしてる。いて、いやいけるぞ。あい、でもあんなねウッドを使ってくれるときしかいけねえな。やりこびやだねマジ。マジマイティ強すぎてやばいね。おお、バカ逃げるの。やりごぶ天才すぎるだろマジ。ん、どっか消えた。なんかワンチャンありそうなんやな。ワンチャンがマジで届いてる。見て諦めたくせえ、やばマジで勝てない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 のよ。俺の履歴最初見せたよね。いやこれ19か、
100ぐらいもらえてもおかしくない。マジで枯渇にそうしばかれ続けてたんですよね。いやマジで世界変わってんな。次上引けば81っすね。まあ上引けばだね。8069なんで、まあ8079か、理論上。まあ8008だってほしい。8008であれば、うわねえ、これ30しかもらえないっすね。そう、自分のトロフィーのと同じだったら30で、自分のトロフィーより10プラマイで1ずつトロフィーっても変わっていくんで、昔はね、最近だとちょっとずれてるかもだけど、うん、これプラマイ10もないので30です。遅延スケラっぽいな。さっきエレジャーだったかな。これで遅延スケラですね。さすがに やめてよそれ、意地悪。いや歩かねえか。あーベビードラいてー。いやベビドラなら押せるな。取れない。押して、ああ、えなんで？ベビドラのそんな一吹きで行かれちゃったの？ジョスキクローン押してタワーに今届けれそうだったんだけどな。やだよダメージ受けたくないよ。今トルネでキング起動にしてたら吹き矢がちょっと入ってたけど、まあキング起動されないかもしか。よしよし。いやで相性悪い相手に勝つ方法は、簡単でダメージを受けないようにするですね。はい、遅延スケラどっからどう見てもきついですけど、相手のダメージを防いでいけばタイブレイクでたまたま勝てます。うわThank you.
はい、肩いってまして、肩いってまして。いやーマジこうなると惜しかったよねっていう感じなので、まあなんか一回事故ってればだけど、まあさすがにきつすぎたっすかね。惜しいね。まあなんかゼロに近いけどさ、ワンチャンありそうでしたということで。いやでも今日はマジマッチング渋いっす。さすがに鬼渋いのしかなかった。これだってちょっとね、僕はなんだ、なんか違うことしてたら今日余裕で6連敗とかもありましたから、いやでかいんじゃないでしょうか。ということで皆さんもちょっとね、相性きつそうな相手にはじゃあ負けないようにね、ダメージ受けないように頑張って耐えると、意外とね一回刺さるだけで勝てたりもするんで、ちょっとそういうねウィザードとかネクロ相手にもねぜひ頑張ってみてください。よければチャンネル高評価もお願いします。ではお疲れちゃんでした。またね。